人生は変えられる石井隆です。今回は時代の流れに関係なく続けられるのがスイートスポットだという話をしていきます。ブログが流行ったらブログをやる、 YouTube が流行ってるから YouTube をやる、そういう人多くないですか？なんかね、肩書きもいつの間にかさ、ブログコンサルタントの人がさ、 SNS コンサルタントになってさ、今 YouTube コンサルタントになって、なんかクラブハウスが流行ったらクラブハウスコンサルタントになってるとか、そういう人いませんか？意味がわかりません。その人はやりたいことがないってことなんですよね。だからどんな時でもこれをやっていき続けるんだというね、この時代の流れに関係ない、流行りものに左右されないのがスイートスポットなわけなんですよ。僕のスイートスポット作家ですけど、まあ昔はね、手書きの時代があったと思うんです。それからワープロになって、今パソコンですよね。いずれはこう、もしかしたら音声入力とかになるかもしれないです。で、今はこう紙の本っていうのが出てますけど、いずれ電子書籍だけになっていくという時代が来るかもしれません。でもね、やること変わらないですね。これがスイートスポット。だからサラリーマンがスイートスポットっていうのは存在しないっていうのはどういうことかっていうと、65歳で定年が来て終わるっていうのはスイートスポットじゃないですよね。スイートスポットは終われないです。ピカソはずっと絵を描き続けますし、もちろん、ね、野球選手みたいな肉体労働がね伴う場合は終わりますよ。すいません、さすがにそれスポーツ選手のスイートスポットは終わりは一回迎えるわけなんですけど、そうじゃない場合は大抵死ぬまでね、できるのがスイートスポットなんじゃないかなというふうに思ってます。例えばバーの経営っていうのがスイートスポットだったら、もうずっとバーの経営をしていけばいいわけですよ。コロナなんで店閉じますっていう人いますけど、ちょっと待ってください。スイートスポットだったらバーでも居酒屋でも飲食店でも閉じる必要はないんじゃないでしょうか。でもスイートスポットじゃないけどやってたっていう人は、これも撤退した方がいいです。コロナだ、撤退だっていうのが正解だったと思います。このね、判断がどこまでできるかどうか、お金のためにとか、今お店を潰したらお金かかるとか思ってると、いつまでたってもね、どうしようもなくなっちゃうので、だから難しいですね。この自分がスイートスポットだということが分かれば、時代の流れとか全然関係ないなっていうふうに思いましたね。やっぱり定年がない職業に就くってとてもいいんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、作家とか漫画家とか陶芸家とかね、定年ありませんからね。僕アナウンサーで嫌だなと思ったのは、定年があるってことです。まあ、局アナ辞めてフリーになればいいじゃないか、そうしたら定年なくなるぞってあるんですけど、まあ、70歳くらいならさすが声出ないだろうしな、声張れないな、まあ、声張ってる人いますよ。声優さんとかね、ずっと声張ってますけど、僕は声張れないなって思って。アナウンサーはね、お酒を飲みに行くと翌日鼻声になったりするんで、きついですね。飲み歩けない、そういうこともありました。これ定年までできないな、定年までできる仕事がアナウンサーではないなっていうふうに僕は思っちゃいましたね。もちろん定年までね、アナウンサーやってる人もいますけど、定年がなくてね、その後もアナウンサーやる人もいますけど、僕にとってはちょっとそれは違うなというふうに思いましたね。だから、スイートスポットが作家だったら、もう感染症の時代でもずっと作家だし、スイートスポットがセミナー講師だったら、感染症がどんな感染症が来てもずっとセミナー講師をやればいいので、コロナにもね、全然左右されないんじゃないかと。コロナでいろいろ左右されたっていう方多いと思うんですが、スイートスポットだったら左右されないのにというふうにいつも思ってました。だからね、スイートスポットを見つければ、ここの時代に関係なくずっとね、一生迷うっていうことがないです。職業に関して迷うことも僕もないし、スイートスポットを見つけた人は他の職業の可能性がないって分かってるから、もうこれしかないなっていうことが分かって突き進むことができるので、時代に関係なくスイートスポットを知ればうまく生きていけるんじゃないかなというふうに思います。貫く仕事ができるっていう、なんかそんな感じがしますね。今回もご視聴ありがとうございました。人生を変える学びがあったという方は、高評価とチャンネル登録、そして良かったよというコメントもぜひお寄せください。